ここで写真撮りましょう。こっち？こっち側に。はい、にっこりです。はい。OK です。はい。つけてな遅れてもらってつけることほぼない。これって去年もらいました。去年もらった。もらった。もらった。いや毎年したわ。キバのやつでしょ。あ、そうそう。でもなんかさ、毎年一着欲しいなとか思うじゃん。ユニフォームとかって相当たまるんだよね。確かに。なんか結構常に俺とか人が多いから。確かに。ユニフォーム。ショウさんとか。ショウさんとか。ユウさんとかやばいんじゃん。十何年目ですよね。え？八。あ、八。何歳にしてる？あ、そっか、翔さん。何歳か。何歳？え、これ、レオが、お祭りと、ヤスクは、え、一人？え？みんな？え？みんないないの？心細い。しようっていう。いや、僕じゃない方がいいですよ。片田選手ついていきたいと思います。そんな感じない。お願いします。竹内選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっともう疲れました。ちょっと振り絞ってここ、はい、イケメンスマイルでお願いします。リアル系はお疲れ様です。座っててください。なんか嫌なんですけど。いや、こういうのもなんかリアルな映像だなと思って。いや、やめてください。座ってください。本当にお邪魔します。ああ。わかんないです。去年僕やってないですけど、うん、去年の選手見てるとやっぱみんなやってたんで、うん、まあこんな嬉しいことはないんで、うん、ありがたく受けさせてもらいます。試合時間とかもやっぱ増えてきてるし、まあ、ただやっぱ結果をもうちょい残せばもっと来たんかなって思いはあるんであれですけど、でもすごい嬉しいですよね。やっぱ増えることは去年に比べて。どうなんですかね、うん、でもさっき会った時に翔吾さんとかスラスラ言えてたんで、やっぱすごい。やっぱなんかキャプテンってやっぱこういう仕事絶対多いじゃないですか、ね、人前で喋るとか。だからやっぱ翔吾さんとかすごいなと思いますけど、のぼりさんとかやっぱすごいっすよ。のぼりさんとかめちゃめちゃ喋れるんで、プロデューサーとか言われてますからね。すごいっすよ本当に。僕はそんなのぼりさんみたいなプロデューサーになれないんで、のぼりさんがずっとやってくれればありがたいです。おめでとうございます。はい、谷口選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。大変ですね。え、大変です。大体こう言うことが被ってくるんですよ。最後ね、ありがとうございますというような感じの。はい。これは何？密着ドキュメンタリーです。本当？はい。あの優勝今日。あ、そういうのがあるの。カメラ追加で。すげえ。この後やべえ。はい。はい。いやですよこれ。やめです。やめてください。あ、ここ優勝か。ダゾンまで。ダゾンまで。そうしようがない。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕の買い物バッグです。
これでもなんか温泉とか行った時にこれで入るの良くないですか。いいと思う。でもコルクだから水なんかあれっすね、染みたいコルク絶対。ヤベッチいいなぁ。ヤベッチでダイス。次だよね。え、次？あ、そうだ、次だ。次級の次がこっちで。2人ずつだから。あ、そうだな。え、でかい。ケンゴさんと一緒だ。ケンゴさんとなんか、そんな仕事できるなんて嬉しいですよ。俺っていつまでこれ持てるんですか？ずっと。あ、すいません、ケンゴさん。すいません、ケンゴさん。すいません、ケンゴさん。待って。こちら待機なんだけど。呼び込みから入ります。全然待ってない、15分で。全然待ってない。全然待ってない。本当にこう、チームもなかなか勝てなくて、で、まあ、個人としてもそこまでいいプレーもできてなくて、本当にこう、悔しいっていう思いでしかなかったっていうか。はい、ありがとうございます。記憶写真だけ。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お二人以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。しまった話です。それカメラに。しまリラックスで。そういうの大事よ。そういうの大事よ。あの、重宝されていくから。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。ありがとうございました。ちょっとあの、こちらで待機していただいて、あの呼び込みがありますので、ね、そしたら入ってください。はい、じゃあ次のお仕事。ありがとうございました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 。知ってます？なんか欠点あんのって結構大学サッカーで話題になってたんですよ。スクーマーのやつとかに聞いて。大学サッカーで話題になることある？いやだから谷口翔吾、なんか欠点ないのみたいな。それとチケットの申請遅いです。それかっこいいでしょ。筑波卒でしょ。でかいそれ。でかいっすよ。キャプテン代表。性格悪いとかも聞かないし。これといってね。はい。なんだよ。いや、いい天気がいいし。もう今日はおしまいですか、私選手。いや、座ってください、いいっすよ。いや、今日は終わりっす。お隣失礼します。はい、終わりました。長かったですね。まあでも、優勝した時ぐらいしかこんな嬉しい仕事はできないんで、うん、ありがたいですよね。はい、この密着も OK で終わります。いただきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。え、俺のロッカーにあるメダルはどうしたらいいですか。俺の荷物ばっかりだったじゃん。お疲れ様でした。ありがとうございました。